入る1歩目から体回して足がこうなっていくと、あとこれがトマメスの首をやっちゃうとこう切れちゃう、必ず相手の手が離れないようにやって、これはこの手をやると正面事務所を持てるのが出てくる、正面事務所を持てる、あるつ受けます、後ろ乗せて持ち替え、ゆっくりやっていいですよ、持ち替え、でこの時しっかりこの小指取ってください、でこうこの時に少しだけ相手の方向を見て、まず受け、後ろに、この時肘曲げないようにしてください、棒曲げちゃうともう腕で押すことになるので、あくまでも棒にして体の移動に合わせたり、ここまで来たら挟んで持ち替えます、しっかり向きをフェラみたいにして上に上げて、ちょっと上の手までつけて、こうじゃ胸決めたまんま肘をつくわ、肩を返して、し松井さんも意外と硬いですよ、これね、硬い人これ上がっていかないんで、あんまりそのやるのちょっとゆっくり、あんま抵抗ないようにやってあげる方が思いやりがあると思います。で、こっちに乗せて、本当右と左で全然違いますね。結構深く動きます。浅いと思います。深く動きます。手首必ずこういう風にすることで肘をロックして、肘をロックするから肩が、これも手で押すんじゃなくて自分が一回引き寄せるようにこうするとロックしやすい、相手がこう伸びて、なんか自分の方に引き寄せてロックして引き寄せた部分になります、握った方が手の足を押して引き抜く、あとはです、まあ、今からのこれ以上説明はい、今日回転投げやってます、回転投げは4球にない、あ、そう取りに行くを誘い込んで弾いて、はい、で、あと1周ですね、です、この時に足も出ますので、一瞬だから最初引く時にも足引いて出してます、はい、もうこれで今日最近もうやっぱ股関節意識して全部回す、全部回す、で後ろから下がって下からこう使う、いい指を使ってそのままこうだな、まず腰がこう回るので一緒で下から使う、でこう絡みで、これまだここまだで言いないです、指をこう、まあもし動かなかったら握っちゃっていいです。で、指を持ち替えて、指を持って、近い方を下げて、はい。